俺たちのジャパンへようこそ。日本の武道として有名な空手、そして韓国の武道として有名なテコンドー。皆さんはこの2つの競技の選手が戦った試合があるのをご存知でしょうか。今回ご紹介するのは日本のとある男性。彼は実家が空手道場だったのもあり空手が大好きですが、ある日外国の友達からこう言われてしまうんです。空手は地味で弱い格闘技でテコンドーに負けるの？って。それを聞いた彼は実際に空手とテコンドーの対戦動画を見て驚きの事実を知ります。一体彼が目にしたのは何だったのでしょうか。ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。俺の名前はハヤト。日本の大阪に住んでいる21歳の大学生だよ。ちなみに言うと出身は沖縄なんだ。大学の専攻は国際文化学で、俺は世界の文化について知りたいと思って学んでいるんだ。実は俺の父親は空手の師匠でさ、実家の近くで空手道場を経営していたんだよ。それもあって俺は小さい頃から空手を教わってきたってわけ。そこにある時外国人が見学に来たんだ。それがイギリス人のサム、俺と同じ年の子供だったよ。それまで外国に全然興味がなかった俺は、サムとの出会いで世界について興味を持ち始めたんだ。俺は将来父親の後を継ぐんだと思っていたんだけど、他にも興味を持てることを見つけたきっかけがそれさ。もちろん今でもサムとは連絡を取り合っているよ。前置きが長くなったけど、そんなサムからある日俺はこんなメールをもらったんだ。今俺の職場の韓国人から聞いたんだけど、空手ってテコンドーより弱いのか？ってさ、正直最初意味がわからなかったな。だからどういうことだいって俺は聞いたよ。そうしたらサムはこう返してきたんだ。職場に新しく入ってきた人が韓国人で、俺はアジアだったら日本に行ったことがあるよって言ったんだよ。しかも空手も習ったし、なんなら空手家の知り合いもいるよって。つまりサム的には知り合いに空手家がいるって教えたみたいだ。しかし新人の韓国人がそんなサムにこう言ったらしい。日本の空手は地味で弱い格闘技ですよ。なんならテコンドーを教えますよ。テコンドーの方が強いですよ。って。しかも笑いながら言ったみたいで、俺に純粋な心で聞いてきたってわけだ。結局テコンドーの方が強いのか。僕としてはあの時体験した空手が弱いなんて思えないんだけど。そりゃそうだろう。だってサムは俺の父親に思いっきりしごかれていたから、空手も結構な腕前になっているはずだ。それに空手が弱いだなんて。俺は正直これを聞いて頭にきたよ。だって韓国のテコンドーより弱いというのもだけど、地味で弱いって言葉はひどすぎるじゃないか。俺には毎日頑張って教えている父親の姿が思い浮かんだくらいだ。空手をバカにするってことは俺の父もバカにしているってもんだね。だから俺は少し考えて調べてみることにしたんだ。そう、空手とテコンドーどっちが強いかについてだ。まず調べてみたのはテコンドーについて。俺自身テコンドーについては知らないからね。名前は聞いていたけど、実際のところテコンドーは2000年シドニーオリンピックより正式競技として実施されているってことぐらいしか知らないんだ。だからまずは調べてみたよ。テコンドーとは第二次世界大戦後に一人の朝鮮半島出身の武道家チェ・ホンヒが生み出したもので、空手の亜流ってことだった。もともとチェ・ホンヒは空手を朝鮮に普及するつもりでいたらしいけど、国民の反日感情や愛国心を考慮した結果、独自の武術として売り出すことにしたというのが発祥の経緯なんだってさ。よって早々期のテコンドーは名を変えただけの空手とさほど変わりないものだった。この時テコンドーは北朝鮮の武術として発生しているようだ。へえ、確かに空手を元にした武術なんだな。そして
テコンドーの弱みはルールはポイント制、手技は制限だらけ、そして試合はほとんどが足による遠距離の攻防なんだってさ。もっと驚いたのは、点数の稼げない手技を学ぶより蹴りの技術を少しでも高めた方が試合に勝てるんだ。横回し蹴り、飛び横蹴り、飛び後ろ蹴り、飛び後ろ回し蹴りなんて空手ではほとんど見ない技ばかりだったよ。体が柔らかくないと飛びながら横蹴りや後ろ回し蹴りなんてできないし、ものすごい柔軟性がないと不可能なんだ。だからテコンドーは空手より足技が多彩で、足技のボクシングとも言われているんだって。ほとんどの道場ではろくに手技を学ばないし、ワンツーパンチを30回ほど繰り返せば満足らしい。これを聞いて俺は呆れてしまった。だってボクシングに限らず、ほとんどの格闘技では顔面へのパンチが最強の技として扱われているからだ。キックボクシングですら、蹴りはパンチを当てるための準備と言っても過言ではないんだよ。テコンドーの場合、指導者すらパンチができないのだから、その防御技術など学べるはずもなく、まして格闘家と殴り合うなど夢のまた夢ってわけ。ここまでテコンドーの話をしたけど、正直調べてびっくりしたのは、メインを足技にしているって点かな。俺はサムにこのことを伝えたよ。なんせテコンドーはメインは足だし、違いがありすぎるんだから。でもさ、パンチの練習すらしないってそりゃダメじゃない？っていうサムに俺はこう言ったよ。じゃあ空手はどうかっていうと、空手の競技内容としては、拳による突きを中心に足による蹴りも行う、いわゆる打撃技が攻撃の主体なんだ。特徴としてはまさにパンチからの蹴りで、まさにガチンコのどつき合い。競技としては型と組手がある。型は各種の技を決まった順序で一人で行う演武だ。組手というのは二人で相対して行う、決まった手順で技を掛け合う約束組手、自由に技を掛け合う自由組手、勝敗を目的とした組手試合がある。特に組手では相手に直接打撃を与えるフルコンタクトか、打撃は与えずに寸止めするノンコンタクトかに分かれている。その他防具の有無など流派によって多くの違いがあるんだ。そして蹴りは下段回し蹴り、中段回し蹴り、上段回し蹴り、膝蹴り、前蹴り、三日月蹴り、かかと落とし、胴回し回転蹴りなどがあるね。でもテコンドーほど多彩ではなく、あくまで KO 狙いというか一本狙い。突きではジャブ、ストレート、フック、アッパーなど打ち方は違いがあるけれど、ボクシングと同じで肘打ちも顔面に当たれば反則、胴体に当たるのは OK なんだ。ちなみに俺はこれを調べているうちに、空手とテコンドーの対戦試合をネット動画で見つけたよ。そこには沖縄拳法空手の菊野勝則さんとテコンドーの選手であるハ・ウンピョさんの試合だった。これは東京国立代々木第二体育館で開催された巌流島全アジア武術選手権大会2016 in 東京の映像だった。もちろん俺は菊野勝則さんのファンだったけど、この動画は知らなかった。動画では一瞬のうちに菊野選手の右フックが決まったんだ。いわゆる一発 KO ってわけ。しかもその前まで菊野選手は相手の右フックを合わせに行くタイミングを把握したような動きをしていたんだ。この KO 以外にも、足を上げた相手に対してそれをかわして菊野さんがパンチを繰り出したりするシーンも多くあった。正直見てわかるのは相手が足をメインにしていたこと。これはさっきも言ったみたいに、テコンドーは足技がメインってことだからだ。俺はこれをサムに見せてあげたよ。見て思うのは、間合いが違うってことだね。てか一発 KO ってすごくないか？すごいよ。確かに間合いは違うな。確かに相手との距離である間合いも空手とテコンドーでは異なるんだ。そうなの？って聞いてくるサムに俺は教えてあげたよ。空手では手技も足技も相手に確実にダメージを与えないと勝てないため、間合いが近くなるんだ。
一方テコンドーでは足技を多用することやポイント制で相手にダメージを与えなくてもいいためか間合いは空手より遠いってわけだから一気に詰め寄ったらテコンドーは空手にかなわないってことだ。動画には続きがあったよ。実際リーチは全然菊野さんが負けてるけどスイッチしながらグイグイ入ってくるのは見ててもわかるくらい圧がすごいし最後の山突きもすごいんだ。この試合を見て思ったのはテコンドーと空手をする人では体格でも差があるんだ。これは菊野選手に限らないことなんだけどテコンドーの選手は長身でスラッとしているんだよ。手も長いような感じでバスケットボール選手のような感じだね。で空手の選手はというと肩幅も大きいしももも筋肉隆々で腕も太いしゴツゴツ感満載だね。空手は相手を倒すのが第一目標でわざとパワーを身につけるのが必須だから筋トレして効かせる技を使うために筋肉をつけるのでゴツゴツ感が出るんだ。つまり体格差でも違いが出るし何よりテコンドーは接近戦には不利なのが見てわかる。足技中心で接近戦ではうまく対応が取れていないしね。実際動画のコメントにもそれがわかる人が多く存在していたよ。空手はそもそもが手と呼ばれていたぐらい接近戦では戦い方ができているからな。俺がそう言うとサムはこれで弱いって言われてもねって笑っていた。動画を見て思ったのはテコンドーは見る限りアクション映画とかで映えそうな脚力とかを必要としていてパフォーマンスであって実践向きじゃないってことだったな。俺がそれを言うとサムも同意した感じだった。選手が細いからなのかな、なんか弱く感じるんだよね。見た目って大事だね。拳技を使ってないのも関係あるのかもな。俺たちは空手のかっこよさについていろいろ話し合ったよ。そして通話を終えるときにサムがこう言ったんだ。ねえハヤト、この動画を僕の知り合いにも教えていいかな。俺はそれを許可したし、なんなら菊野選手をおすすめしといたんだ。それから少しした後だったんだけどサムからこう言われたんだよ。この前の動画こっちの友達に見せたらとても評価が良かったんだよ。なんでも彼らはサムの会社に入った韓国人のようにテコンドーが一番強くて空手は弱いって思っていたみたい。実際中にはテコンドーはムエタイと同じだと思っている人もいたみたいで、ムエタイって世界最強の競技っていうからテコンドーが強いんだろっていう人もいたみたいだ。正直驚いたよ。ちなみにムエタイはタイ式の競技でイメージとしてはキックボクシングだね。でテコンドーは最初に言ったように空手を韓国式にアレンジした競技、全くの別物ってわけさ。まあ空手自体世界で行っている人はテコンドーより少ないもんな。実際テコンドーがオリンピック競技に正式になったのは2000年だけど、1988年にソウルオリンピックでの公開競技として実施されているし、世界でも競技人口が7000万人を超えているんだ。60年くらいしか経っていないのに競技人口がものすごく多いし、オリンピックの正式種目だし空手より普及している感があるってわけ。じゃあ空手はっていうと、空手は東京2020大会で初めて正式種目として採用されたからまだまだ認知はそこまで至ってない。実際世界でもテコンドーより競技人口が少ないからね。確かに知らない人の方がまだまだ多い印象だよね。めちゃくちゃかっこいいのにな空手。そうサムが言ってくれるだけで俺は嬉しいよ。でも今回のことで僕の友達も空手に興味を持ったみたいでさ、オリンピックの試合を見てなかったから見てみたいって意見もあったよ。俺の大好きな空手がそう思われたらとても光栄なことだと思うよ。いつかもっと空手の認知が増えてくれると俺は嬉しく思うな。テコンドーは見てる分には結構面白いけど実践には向かないと思う。残念だが空手の方が強い。なぜならテコンドーが原点にあって
そこから派生したのが空手だから、後発の方が洗練されるのは仕方ないよな。実は俺も、ムエタイとテコンドーの違いがわからなかった。でも空手は知っていたよ。空手という格闘技が強いかどうかわからんけど、空手家は強そうだよな。どいつもこいつもすげえごついんだよ。俺、この動画を見たことあるけど、日本の選手が強すぎて相手がビビってたんだ。腰が逃げているのに勝てるわけないよ。空手もテコンドーも全世界で行われており、競技人口は今や数千万人に上ると言われています。お互い似ているようで、実は他にも違う点があるんです。例えば空手は手技で牽制しながら足技を使う一方、テコンドーはステップしながら速いスピードで足技を繰り出します。空手よりテコンドーの方が技のスピードが速いんですね。しかし速さだけでは間合いを詰められると、どうしても力で負けてしまうわけです。皆さんはテコンドーと空手の違い、また強い有名な選手について知っていることはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。